先輩から紹介してもらって、ちょっと見始めて、はい、今、第8話まで見てます。おお。韓国のそのウェブ漫画が始まりなんですよ。あ、原作がウェブ漫画。そう。で、めちゃくちゃそれが人気で実写版やろうっていうことで、韓国のケーブルテレビで今年の1月から3月までやってた。え、ケーブル始まりで大ヒット。そうで、ネットフリックスで3月から始まって。すげえ。もう日本でも大人気で中毒者続出。3、はい、2、1。おしゃれ。かっこいいでしょ、オープニング。かっこいい。うわ。いけいけ。この会社が大問題なんですよ。来ましたね。うわ。ふわ。ここで第一話終わりです。うわー。この後どうなっていくのって感じですよね、本当に。でしょう。まあ、はい、素敵な青春シーンもあるんですけど、やっぱね、はい。第1話のこの24分までまだ我慢してもらって、うん、24分から事件が起きて、そこからどんどんストーリーが展開される。なるほど、うん、確かに。でも僕目線的には初めて見たんですけど、全然我慢するっていう感覚もなく、その綺麗な絵だったり、なんか普通のこの青春の始まるような微笑ましいシーンとかもあって、それが24分ぐらいでガラッと方向を変えていくみたいな。そう、24分からガラッと方向変わるんだよね。これがやっぱその、見てる人が、えってなって、どうなっていくのみたいな。そう。悔しさと切なさともう入り込んじゃって、俺の拳をこう、叫んだよみたいな感じです。自分をこう重ね合わせちゃうでしょ。俺だったらどうするんだろうって。わかります。すごくわかります。ね。一つ目。はい。まず、おしゃれ。このおしゃれなところに、ちょっとこう、注目して見ていただきたい。2番目はこのストーリー性。シンプルな展開が早い。そのあるあるとかも入ってるから、青春あるあるとか。学校あるある、青春あるあるね。そこも楽しめつつ、はい。って感じです。はい。3つ目。これね、役者さんの、魅力が詰まってますね。魅力がすごい。確かに。いや、すごい、キャスティング最高ですね。キャスティング最高だよね。はい。まあ、他の韓国の俳優さん知りませんけれども、彼らが作っている、お父さん役もいいし、相手の会長役もなんかすごいし。相手の会長さ、47歳だから今。マジっすか？大熊さんいくつでしたっけ？大熊さんいくつ？近い。結構近いけど。元気が出るドラマ。なんか勇気が出てくる。確かに。ちょっと明日の仕事頑張ろうみたいな。そこまでいきますよね。っていうドラマじゃない？なんかちょっと、なんて言うんでしょう。カーッとこう、活力じゃないけども、怒りというかその感情を動かしてくれるドラマですね。そう。曲も良かったですね。大熊さんも教えてくれた。はい。何位から何位のやつでしたっけ？812位からいきなり第1位に。どんなチャートなんですか？その何千位もあるチャート見てるんですか？すごいな。いや、らしいよ。何回か第1位を見てください。それもね、楽しむためのコツかもしれません。なるほど。伏線が大事なドラマなんで。ということで、矢野さん、イテウォンクラス第1話でした。最高でした。大熊さんに教えてもらえたおかげで楽しく見れました。ありがとうございます。はい。またお願いします。また見て会いましょう。はい。